この演奏会は音楽教師らで作る高知県音楽教育研究会がその年に開催したコンクールで最優秀賞を受賞した小学生から大学生を集め毎年年末に開催しています。今日はピアノやギターなどおよそ170人が日頃の練習の成果を披露しました。やっぱりすごく難しい曲で練習でも一回も完璧に弾けたことがなくて本番もうまくいったと言える演奏ではなかったんですけどやりきることができたので良かったと思います。丸の内高校音楽科の生徒たちはコロナ禍で思うような活動ができないこともあったといいますが5類に移行した今年は音楽を披露できる機会が増えてきたといいます。本当に嬉しいです。全然人がいないって楽しくないので多分歌っても聴いてもらえる人がいないと誰も多分歌う気もなくなるんで人がいる方がいいかなってずっと思います。県内トップレベルの若手の演奏に聴衆は聞き入っていました。